ケルビン・ヘイデンは、イリノイ州シカゴ出身の元アメリカンフットボール選手。NFL のインディアナポリス・コルツ、アトランタ・ファルコンズ、シカゴ・ベアーズに所属していた。現役時代のポジションは、コーナーバック。インディアナポリス・コルツ時代の第41回スーパーボールでインターセプトを上げている。高校1年時は、コーナーバック、2年時は、クォーターバック、3年時は、テールバック。 4年時には、ワイドレシーバーとしてプレーした。ジョリエット・ジュニア・カレージに、進学、2年間で114回のキャッチで1839ヤードを獲得、17タッチダウンを上げた。1年時には42回のキャッチで542ヤードを獲得、4タッチダウンを上げた。2年時の2002年、彼は72回のキャッチで1297ヤードを獲得。 13タッチダウンを上げて、ジェカの最優秀攻撃選手に選ばれた。ジュニアカレッジでの最初の試合には敗れたが、その後21試合でチームは勝利し、2002年にはジェカのチャンピオンとなっている。その後イリノイ大学に編入、2003年にはそれぞれチームトップとなる52回のキャッチで592ヤードを獲得した。2004年にはコーナーバックにコンバートされ、 11試合で71タックル4インターセプトを挙げた。2005年の NFL ドラフト2巡でインディアナポリスコルツに指名されて入団した。2年目の2006年にチームはスーパーボールに進出、シカゴベアーズとの第41回スーパーボールでは第4球残り11分44秒にレックス・グロスマンのパスをインターセプト、 56ヤードのリターンタッチダウンを上げて勝利を決定づけた。2007年より先発の座を手に入れた。2008年には左膝の手術、太ももの故障で6試合に欠場したが、12月7日のシンシナティベンガルズ戦では85ヤードのインターセプトリターン TDE を上げた。2009年2月にコルツと5年間4300万ドルの契約を結んだ。 2010年1月24日の AFC チャンピオンシップゲームでは第4球残り2分にマーク・サンチェスのパスをインターセプト30から17の勝利に貢献した2008年から2010年までの3シーズンで12試合に欠場した2011年7月コルツからカットされた同年8月にアトランタ・ファルコンズと契約を結んだファルコンズでは ニッケルバック要因となっている。第11週の試合で負傷し、カートに乗せられて退場した。2012年4月5日、シカゴベアーズと1年82万5000ドルで契約を結んだ。この年、2試合の先発を含む16試合で主にニッケルバックとして出場し、40タックル、1INT、5パスディフェンスを挙げて、シーズン後の2013年3月26日、 一年の再契約を結んだ。同年8月3日、ソルジャーフィールドで行われたファミリーフェスティバルの練習中にハムストリングを負傷、シーズン絶望となり、故障者リスト入りした。ありがとうございます。